皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。2022年制作費540億円とも言われるアバター2が日本でも公開されました。新しい映像技術を駆使し制作されたアバター2は公開と同時に各地で第1位の興行成績を記録。それだけ世界を熱狂させたアバター2ですが、同じように公開された日本では3位。日本だけが公開された週に興行成績第1位を記録することができなかったのです。そして世界では好調でも日本では不調という現象は映画以外にもあるようで、アメリカの巨大メディアが世界では好調なのに日本では不調と言われているある現象について特集し、その理由を日本には〇〇があるからだと発信したところ、世界中から多くのコメントが寄せられたそうです。そこで今回は、世界では好調、でも日本では不調と言われているある現象に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、青がお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。アメリカのメディアが特集した世界で好調なものは、2008年にアメリカで生産が始まりました。それ以来快進撃を続け、2022年、その販売数は世界で前年度比およそ 40% の伸びを示しました。しかし、日本での2022年の伸びはおよそ 10%。前年度に比べて3倍の販売数を記録していた2021年からは急落と言える状況だったのです。世界では好調でも日本では不調なもの。それはアメリカの電気自動車ブランドテスラの販売台数。世界的には絶好調とも言える販売台数を記録しているテスラですが、日本では芳しい成績とは言えません。この日本での現象に注目し特集を組んだのがアメリカの大手メディアビジネスインサイダーでした。ビジネスインサイダーはニューヨークに拠点を置き、アメリカの技術やビジネスを専門に扱うウェブサイトで2009年に開設されました。ビジネスインサイダーの記事では日本で販売台数が伸びないテスラについて、テスラのことは忘れようという見出しで特集記事を配信。その記事の中でビジネスインサイダーは、テスラの不調は日本には〇〇があるからだとしています。その〇〇とは、サクラ。サクラとは、日産が2022年に販売した EV の軽自動車で、このサクラが日本におけるテスラの不調に関係しているとビジネスインサイダーは発信しているのです。ビジネスインサイダーの特集では、サクラについて、100% の充電で走行できる距離が 180km、最高速度は時速 130km などと紹介し、日本では EV に対する補助金を利用すると200万円以下でサクラを購入することができると報じています。そしてテスラの不調にはこのサクラの存在が関係しているといい、サクラの存在によりこのテスラの挑戦は難しいものになっていると続けています。このビジネスインサイダーの特集にはアメリカ人を中心に多くのコメントが寄せられていますので、まずはそんな声の一部をご紹介していきたいと思います。サクラみたいな車が私も欲しい。ちょっとした買い物とか子供の送迎とかにサクラはぴったりの車だわ。自分の体型を考えると、あの大きさじゃちょっと窮屈だな。アメリカ人はテスラが世界中で人気だと思っているかもしれないけど、そんなことはないと、この記事を読んで分かったと思う。世界は広いし、いろんな街がある。すべての街の道幅が広いってこともないしね。その国に適した車が売れるんだよ。テスラは余分なものにバッテリーを使いすぎる。EV 車で最も大切なことは走行距離だ。トランクを開けるには手動で十分だよ。テスラは余計なことにバッテリーを使わず走行距離を伸ばすべきだ。サクラは走行距離を伸ばすという自動車の最も基本的で最も大切な目的をしっかり追求している車だ。僕は今日本で暮らしている。サクラは日本の街を走るにはうってつけの車だよ。日本の駐車場は狭いけど、サクラなら問題なく駐車できる。
日本では大きな車は使いづらい。大柄な外国人には車内は少し狭いと思うけど、日本の街を走るには桜ぐらいの大きさがいいと思う。あまり大柄ではない僕には快適な車だ。この前、友達の桜を運転させてもらったけど、帰国するときに持って帰りたいと思ったほどだ。日本車イコール故障しないってイメージだもんね。それは EV であっても変わらない。俺は自分の農場内で日本の軽トラを乗り回しているが、すごく調子がいい。小回りが効くし故障しない。ちょっと狭いのが難点だが、その点を考慮しても日本の軽自動車は最高だ。なんて羨ましいんだ。日本ではそんな安い値段で EV 車が買えるのか。私は今日本で暮らしているけれど、桜は日本の街でよく見かける車よ。友達がこの車に乗っているから何度も乗せてもらっているけど、とても快適。やっぱり日本の街には桜よ。テスラじゃないわ。みんな桜を褒めるけど、テスラがあったから桜が生まれたと言える。テスラの EV 自動車産業における貢献度はすごく高いんだよ。それを忘れてはいけない。小さくて見た目も可愛い。ヨーロッパでも販売してくれないのかな。私の国にも狭い道は多いから、きっと使い勝手がいいはず。アメリカ人はこんなおもちゃみたいな小さな車には乗らないよ。日本人とは好みが違うんだ。日本で乗るならテスラよりもサクラの方がいいと思っている人が多いようですね。ではどうして日本ではテスラよりもサクラなのでしょうか。サクラは2022年5月に発表された日産の EV 軽自動車、日産が初めて発売した軽の EV 車です。サクラは静かでありながら力強く、そして安全。サクラの上位グレード G には軽自動車としては初めてプロパイロットパーキングが採用されています。プロパイロットパーキングとは、ドライバーが駐車する際、その操作を助けるためのシステムです。スイッチ操作だけで駐車に必要な全ての操作をシステムが自動制御し、駐車が完了するまでドライバーをアシストしてくれるのがプロパイロットパーキング。また、ブレーキとアクセルの踏み間違い防止アシストや、前方衝突防止警報、標識認知機能などは標準装備。軽自動車ながら高度な運転支援機能がドライバーをアシストします。この高度な運転支援機能や現実的な価格設定で EV 車の普及の可能性を高めたことなどから、サクラは2022-2023日本カーオブザイヤーを受賞しています。高度な運転支援機能が装備されていて安全であれば購入したいところですが、同じグレードのガソリン車と比べればやはり EV 車は高価。そこで日本政府は新車の EV 車を購入する際に補助金を交付する政策を実施。環境に優しく、災害時には非常用電源として活用することができる EV 車の普及を促進するため、国の政策としてクリーンエネルギー自動車導入促進補助金を導入したのです。決められた期間内に新車を購入すること、原則4年以上保有することを条件として EV 車を購入する際に申請をすれば、購入者は補助金の交付を受けることができます。国の補助金は地方自治体の補助金との併用が可能なため、この補助金を活用すれば購入費用を抑えることができるのです。サクラはこのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車ということもあり、人気車種となったとも言えるでしょう。サクラは家庭用充電器の設置が必要にはなりますが、比較的簡単に家庭で充電することができます。夜寝ている間に自宅の駐車場で充電できてしまうのですから便利です。一方、テスラの充電はテスラ専用の充電スポットで行いますが、この充電スポットは都市部に集中しており、地方にはあまり設置されていません。充電スポットが少ないことは購入を考える際にマイナスに作用してしまいます。また充電スポットだけではなく、整備拠点の少なさもテスラよりサクラの要因の一つとなっているようです。そしてサクラが軽自動車であることもテスラよりもサクラの理由の一つ。サクラは全長が3395ミリ、全幅1475ミリ、全高が1655ミリですが、
現在発売されているテスラの車種の中で最も小さいものはモデル3で、全長は 4720mm、全幅 1850mm、全高は 1441mm です。日本の住宅事情を考えると、駐車スペースはあまり広くありません。サクラを購入した人に、購入の決め手は何だったかと尋ねると、自宅の駐車スペースにちょうどいい大きさだったから、と答える人が多いそうです。サクラとテスラのモデル3では、全長が1メートル以上も違います。この違いは大きいのです。さて、ビジネスインサイダーの記事でサクラの存在を知った外国人たちからは、まだまだ多くのコメントが寄せられているので、最後にそんな声をもう少しご紹介していきたいと思います。なんてスタイリッシュな車なんだ。内装もおしゃれだし、シートの座り心地も良さそうだ。こんな車がこっちでも販売されないかな？日本でサクラを運転したことがあるよ。すごく狭そうに見えるけど、乗ってみると思ったより広かった。足元も窮屈ではなかったよ。日本の車はやっぱりクールだった。サクラ小さすぎて僕は好きではないけど、海外でも販売できるようになれば、この車はヒットするかもね。奥様方のちょい乗りには最適の車だな。子供の送迎や買い物、それに通勤にも実力を発揮するだろう。高齢者の病院通いにも最適な車だ。運転ミスを防止できるいろんな機能がついている。サクラに乗りたいと思うんだけど、軽自動車は多分こっちの安全基準をクリアできないと思うから諦めるしかない。とても残念だ。ニュージーランドには日本の中古車がたくさん輸入されているから、サクラもそのうちに入ってくるかな。見つけたらすぐに買うぞ。私たちが欲しかったのはまさにこんな車よ。こっちの自動車メーカーは私たちの意見をもっと聞くべきだわ。遠出には向かないと思うけど、普段の生活で使うなら申し分ない車だね。見た目もいいし、パワーもある。どうして日本だけで販売されているんだろう。サクラのような車を必要としている人は世界中にいると思うのに。地球に優しいと言われる EV 車。日本の車がすべて EV 車になると、原子力発電所10基分の電力が必要になるそうです。日本では自然エネルギーに注目が集まっていますが、太陽光発電を行った場合、耐用年数を経過し、太陽光パネルの処分が社会問題となっています。太陽光パネルはメンテナンスをきちんと行うと、耐用年数は20年から30年と言われていますが、パネルの中には有害物質が含まれているものもあり、廃棄されたパネルの処分を適切に行わないと環境汚染につながってしまいます。現在日本で使用されている太陽光パネルのほとんどは中国製。耐用年数を過ぎた時には製造メーカーが廃業しているということも十分あり得るのです。EV 車の普及を推進するなら、エネルギー問題や使用済み太陽光パネルの処分など、今後起こり得る問題についても考えていかなければなりませんね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。